水仙の名所として知られる南あわじ市の灘黒岩水仙郷では、今日から今シーズンの営業が始まりました。南あわじ市にある水仙の群生地灘黒岩水仙郷では、関係者が出席してシーズン中の安全を願うセレモニーが行われた後、オープンを待ちわびた観光客が次々に訪れ、先着100人には水仙の花とみかんがプレゼントされました。こちらの園内には、ゆずる葉山から海に続く急斜面およそ7ヘクタールに500万本の水仙が自生しています。訪れた人たちはゆっくりと散策したり、写真を撮影したりして、白と黄色の可憐な花と青い海とのコントラストを楽しんでいました。灘黒岩水仙郷は来年2月下旬頃まで開園を予定していて、まだ咲き始めのため、年内は入園無料だということです。